ようございます。アビンダスクールスポーツゾーン、今日も張り切っていきましょう。で、今日は、まあ、朝活でトレーニングをしてコロナを寄せ付けないというところで、朝活でトレーニングするメリットとしては、その朝、まあ、朝活、普通の方もそうですけど、生活リズムが整うっていうのもありますし、まあ、これに加えて体に刺激を入れることによって、まあ、その日一日、まあ、活動的になるのもそうですし、あとはそのエネルギーを効率よく伝えるようになりますので、まあ、痩せやすくなったりとか、パフォーマンス上がったりとか、利点がいくつもあります。なので、これをしっかり活用して、しかも一人じゃなくてみんなでやることによって、よりドーパミンが出やすく、体が活性化するような状態になりますので、ぜひ皆さん、いつもより一歩先に自分を目指していきましょう。じゃあ今日も最初ウォーミングアップから、まあ、トレーニングと、で朝はちょっと最後追い込んでクーダウンしていく形でやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。では行きましょう。まずはじめウォーミングアップですね。右足前にこの状態で前ならします。で、上に上げていく。上げる人はぐーっと反ります。1、2、反動を使わないように、2、3、右先で上げます。4、ラスト、はい、OK。 で、この手をこのような形にします。で、このまま上に上げて、で反対側に1、やらしないように、2、3、お、いいですね。4 真上から5、はい、 OK。 で反対いきましょう。左足に変えて同じように、万歳、1、2、3、4、ラスト、 OK。 では今度は前ならえてぐーっと上げて、前にまた右足を振り返って前に出します。で、後ろにお尻を引きます。後ろ、もも裏、ふくらはぎを回して、膝を伸ばして前に引いて開きます。で、それで前に体を引いて、できるだけついて、そうそうそう、あ、いいですね。後ろ、前、伸ばす、そう、後ろ、前、3、後ろ、前、4、はい、前、5、はい、OK。 反対側ですね、左足に変えますと、で後ろに、で前に行って開く、1、前、2、前、3、4、前、4、ラスト、前、はい、OK。 いいですね。で、次は足開いて、こんな感じで四股みたいなことですね。で、膝の上に肘を乗せます。で、つま先をちょっと上げます。1、左右に移動、3、4、5、
6、7、8、9。はい、OK。股関節しっかり伸ばしていきました。OK。じゃあ次は最後、腰、もうちょっと動かして。腕立て伏せの姿勢になって、足を前に持っていきます。そうですね。なるべく腕の横に、手の横に足が出るような感じですね。はい。はい、戻す。左足。はい、戻す。右足。はい、左足。はい、右足。はい、左足。体の外側から出ていきます。はい、あと1回ずつ。はい、OK。素晴らしい。では、ここから、まずは全体的に全身ちょっと、バウンスをかけていきましょう。まあ、今日も朝は、一度できてからちょっとスタートしていきたいと思います。で、体をつけます。膝つき、もしくは膝を伸ばして、もしくはこういった台を使って、台を使うパターンが一番負荷が少ないます。なので、ご自身に合わせた状態、無理やりやるんじゃなくて、ちゃんとできるような状態でやっていきましょう。で、今、手を前に出します。肩幅ぐらいですね。肩が上がらないようにして、で、このまま、ちょっとだけ親指の方に、内側に出ます。そうですね。で、この手をついて、で、あとはご自身の状態に合わせてやっていきます。で、胸を使って、で、アップ。これで1回。いきましょう。レディー、10回いきます。はい、1。いい反動つかないように、で、3、4、5、6、はい、1、9、はい、ラスト。はい、OK。ナイスアイスは。じゃあ次は。この状態から近づけて、ここで三角形をしています。で、この状態にして、同じようにやる。で、ポイントは、指先にぐっと力を入れない。そうすると、体を硬直してしまうので、体が動かなくなります。なので、ここは支えるだけ。で、胸でしっかりプッシュ。プッシュアップですね。では、行きましょう。前に、手をついて。はい。よいしょ、レディーゴー。よし。アップ。ダウン、はい、イン、ダウン、ダウン、ウィッシュ、ゴー、ロック、はい、7、はい、8、9、よいしょ、よいしょ、はい、オッケー。素晴らしいですね。落ち着いた手するのと、また手がちょっと変わります。この面積、支える面積の違いに手数が変わりますので、いろんな形で刺激を入れていきましょう。トレーニングの多様性が大事になりますので、意識していきましょう。では次、腹筋、参りましょう。で、今日は、下腹部の部分に主に刺激できます。で、ぽっこりお腹ってやつですね。そこの改善も含めてやってもらう。で、膝、肘つきになります。で、膝を曲げる。で、伸ばして、キープ。はい、持ってくる。ぐっと持ってくるというのも、膝をお腹に近づける、胸に近づける。で、伸ばして、腰を反らないようにします。はい、では行きます。曲げる。伸ばす。1。なるべく地面に近く、2、3、4、5、いいですね、6、7、
ラスト。はい、OK。ナイスですね。で続いては足を上げる、見ていただいて真上で上げます。でここから20度ぐらい下ろして戻すここスタートです。お尻を腰を反らないように気をつけていきましょう。では行きましょう。頭をつけても OK です。はい、足を上げます。真上に足を上げてで、ダウン、ダウン、ダウン。20度ぐらいしたらアップ。1。はい、下げる。はい、アップ。2。下腹部で持ってくる。膝を伸ばしたのは、3。はい、上げて、4。ダウン、ダウン、ダウン。はい、5。ダウンしたら戻らないように。はい、6。膝伸ばして、7、ナイス、はい、よし、寒い、落ち、はい、ラストいきましょう。はい、10OK。これやるだけでも結構汗かいて、タックルにしっかり入っていけるようになります。OK、ナイストライ。では次は、下半身、スクワットですね。トレーニングの運動になります。頭の後ろに手を組んで、バタします。この状態からスタートです。肩幅に足を広げます。腰幅ぐらいですね。つま先少し外向いても OK です。で、このまま、万歳した状態でダウン。ここまで行って、上げる。反動を使わないようにグッと上がらない。ダウンしていきましょう。レディー、ゴー。1、2、3で下がって、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、はい、上がって、上がって、上がって、はい、もう一回、1、2、3、はい、上がる。はい、下がって、ダウン、ダウン。アップ、アップ、アップ、あと半分。アップ、ダウン、ダウン。アップ、アップ、アップ。はい、ダウン、ダウン、ダウン。アップ、アップ、アップ。了解。挟みましょう。はい、あと2回。しっかりしていってです。はい、グッドタッチを上がらずに、最後まで行きましょう。アイアップ、アイアッケー、いいですね。下半身は体の3分の2以上の筋肉がついてますので、ここを刺激することでむくみも取れてきますし、足のラインが消えますので、ぜひぜひやっていきましょう。では次、今の応用でワイドでいきます。かなり広めです。スタンス広くして、あとは一緒、頭の後ろ手を組んで、バンザイ。この状態から、膝とつま先、同じ方向を向けて感じですね。はい、お尻、落とす、ダウン。ほい、1、アップ、2、2、2、はい、3、はい、アップ、4、しっかり、はい、半分の5。はい、頑張って、6。うん、はい、7。よいしょ。8。うん、9。うん、はい、ラスト。はい、頑張って、下ろして、下ろして。OK。いいですね。この6種類やるだけでも全身しっかりまんべんなく活性化してトレーニングできてます。ここまで体操を決定してもらえたらなので全員コースが良くて、まあ、燃えやすい体だったりとか出やすい体になりますので、これはぜひやっていきましょう。では最後、
さらにちょっと下げていきます。最後は、有酸素効果、ちょっとこうインターバルトレーニングして20秒全力疾走、20秒休むっていうのを8回やります。はい、これ1回やることによって一気に最大酸素量をつけてエネルギー量が上がって、まあ1日ないし2日間体が燃えやすい、体脂肪を燃えやすい体が作りますので、ぜひ無駄な肉を取り落としながらやっていきましょう。ではでは、これはポーズがあんまり関係ないです。とにかく全力でできるところまでやりきるっていうのが大事になりますので、一緒に皆さんでやって盛り上げましょう。では、いきますよ。で、やる項目は今日は2つにしましょう。1つは、仰向けになって、起きます。で、一回やったら、立っていただいて、この状態から頭の後ろに手を向いて、手を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 、では準備します。5秒前からいきましょう。いきます。5秒前。3、2、まず寝ます。で、足をこいで、こいで、こいで、一生懸命こいで、1、いいですね。5、はい、立ち上がって。で、次、まず普通に立ちます。頭の後ろで手を置いて。はい。次、で、
でした。で、呼吸を整えましょう。鼻の息を吸って、ガーッと吐いて、胸を広げましょう。ここを上げていきます。いや、素晴らしい、出し切りましたね。ナイスです。まあ、あとこうやってエネルギーしっかり出すことによって、体が取り込んだ栄養素をしっかりエネルギーに変えやすいことになりますので、溜め込まない体を作って、しっかり無駄したいときにエネルギー出せるような体作り、朝から作っていくと、最後のこれからいい時間になりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、ストレッチやっていきましょう。で、長座、フルダンです。ちょっと足、お尻引いて、整ってます。ゆっくり体、前に倒す。膝の上に手を置いて、自分の足をかぶりながら、つま先ができることはつま先、足の裏まで行っちゃうことは足の裏を行って、どんどん後ろ伸ばします。はい、OK。で、次ちょっと開脚します。横に足を広げて、お尻引きます。お尻を引くことで、もう正直に伸びます。で、右手を左のつま先の方に持ってって、伸ばしていきましょう。1、2、3。呼吸が止めないように。はい、OK。反対に。1、2、3。はい、OK。で、次は、寝た状態作ります。うつ伏せの状態から、手をついて、手を自分の方にちょっと持ってきます。そうすると、ぐーっとお腹が伸びていきます。上を向いて、肩の力を壊していけないように、少し後ろを見ます。右を振り向いて、はい、反対振り向いて、お腹伸ばします。はい、OK。最後、お尻伸ばしましょう。右足伸ばして、左足も乗せます。そして、右足のかかとをお尻の方に持ってきて、こちらのお尻伸ばします。伸びが足りない方はちょっとお尻を引いて、そうするとお尻伸びていきます。下を向かないように常に目線は前。下向くと気持ちも体も慣れてきますので、前向きながらやっていきましょう。はい、OK。反対、左足伸ばして曲げる。そして自分の方向に持っていく。お尻を引く。そう、いいですね。はい、OK です。まあ、今日も朝からナイスルーティンでした。こうやって体に刺激すること、刺激入れることによって、先ほど見たように、朝、体が目覚めて、この一日のサイクルをうまく調整するようになるんで、しっかりとした体に寝ます。で、二つ目は、トレーニングをすることで、体が活性化しますので、その栄養は回りやすい状態を作る。そして3つ目、しっかり刺激を入れることによって、エネルギーが効率よく使われて、燃えやすい体になりますので、これも含めてパフォーマンスをすると、トータル朝から感想的にやっていきましょう。で、また、家3時から今日はしますね。よろしくお願いします。では、またまた、よろしくです。よろしくです。